皆さんおはようございます。今日は3月の15日火曜日となりました。今日は内部研修会ということで、理学療法士の小柳先生から、リフトの使い方の復習と、あと個々の車椅子からベッドに移るやり方とかを教えていただく予定になっております。その後は瀬尾医療連携事務所さんと の研修会で人生会議の方に参加したいと思っております。今日も一日よろしくお願いします。今日はですね、黒豆の煮汁を使った免疫力をちょっと上げたいなと思ってで、ミキサーにかけるだけのジュースを作っていきたいと思います。材料は黒豆の煮汁150ですね。で、青きな粉、こちらでいうきな粉ですね。あとヨーグルト、ちょっとだけ砂糖が入ってるヨーグルトです。あとバナナです。で、これをハンドミキサーにきな粉大さじ1杯にヨーグルト50g、結構入りますね、50g と、あとバナナ1本。今日は朝飲みたいジュースということで、少し炭水化物というか糖質も多くと思ってます。で、もうちょっと甘みが足りないなという時は蜂蜜とかかけていただければと思います。こんな感じです。色はちょっとね、黒豆なので黒いですけど、これで終わりです。出来上がりです。で、胃腸が弱ってる方はこれにキャベツとか足していただくといいと思います。こんな感じですね。今日中村さんの素敵なコップ、ランチョンマット地味でしたでしょうか。ですね、昨日ひな壇の片付けをしてましてですね、利用者さんがまた来年も見たいねなんて言ってくれて嬉しかったですね。また来年も一緒に見られることを願っております。では、今日も一日頑張っていきましょう。また明日3月16日ですね、水曜日にお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。